新宿駅東南口ご通行中の皆さん、こんばんは。私たちは平和を求める市民で作る戦争させない救助を壊すな総がかり行動実行委員会です。今日はこの東南口の広場を利用させていただきまして、1時間程度署名宣伝行動を取り組まさせていただきます。どうぞご協力をよろしくお願いいたします。今日の司会を担当させていただきますのは、この総がかり行動実行委員会の構成団体の一つであります憲法共同センターの江藤です。どうぞよろしくお願いいたします。今日は憲法改悪反対、取り戻そう憲法を生かすステージ、米軍自衛隊の指揮統制に及ぶ日米共同声明抗議、裏金献金腐敗の自民党政治を終わらせよう、悪法強行を許さない、そしてパレスチナに平和を、5月の3日に開かれる憲法集会の成功へ、 4.22 新宿駅街頭宣伝行動として取り組みます。それでは早速弁士の方にお話をいただきます。まず最初に救助を起こすな実行委員会の石山直子さんです。よろしくお願いいたします。通行中の皆さん、こんばんは。お仕事お疲れ様です。学校も始まっていますね。学校帰りの皆さんも本当にお疲れ様です。私はですね、今京都新宿今日少し回って、本当に海外の方の観光客の方がすごく増えてるなというふうに感じました。それもそのはずで、今日本円安で海外から来られた方にとってはものすごく日本の、何でもかんでも安いんですよね。私たちは物価高で給料も上がらないで、もう本当に生活苦しいな、何買っても運賃も高くなってきてるから移動するにもお金がかかるなって思っているんですけども、でも海外から旅行する方たちにとってはものすごい日本安い、もうなんか電車もね、新幹線もすごい安い、そういう感覚なんです。円安っていうのはつまりですね、円の価値がですね、もう紙くずのような状態になってきてるんです。今日本はですね、こうやって、円の価値がなくなってきて、お金もなくなってきて、じゃあどうするかって言ったら、もう儲ける方法といったら自分たちで武器を作って売ったりですね、そうやって人殺して金儲けをしようと、そういうことでしか、もう日本はお金を稼ぐ方法がなくなってきてる。どうしてこんな状況になってきてしまったのか、それはこう今に始まったわけでもないし、岸田政権の支持率ものすごい落ちてますけれども、岸田さんのせいもかなりありますけれども、岸田さんのせいだけじゃないんですね。長きにわたってのこの自民党政治、特にアベノミクスといって、お亡くなりになりましたけれども、安倍元首相がアベノミクスだと言ってですね、日銀と一体となって平民に生活するずっと行ってきましたよね。もともと日銀とですね、国っていうのは本当は独立したバラバラ安全保障関係なければならないんです。自身はそれがですね、当時の首相の安倍さんのお伺いを聞いて、低金利政策っていうのをずっと行ってきた結果ですね、このような状態になってきている一つの原因でもあるんですね。もう昔この戦争中にですね、日銀にたくさん金をすれと、戦争のために戦争のためのお金が必要だから、たくさん金を食ってくれっていうようなことが昔ありましたけど、今全くそれと同じだなというふうに思います。こうやって、日本がお金がなくなってきて、税金政策を続けていく中で、もうこれはやってられないってことで、もう金利が上がるかもしれない。そうなると何が起きるかっていうと、日本は今ものすごく多額の借金を持っていますから、この借金が増えるってことなんですよね。この差を増えた先どうするのかといったら、今ご通行中の皆さんの方に、全部思いかかってきますからね。皆さんが一生懸命どんなに働いても自分たちのお金もらえない、税金かか取られる、そういった中で私たちが将来の付け払いとしてですね、習っていかなければならない、赤ちゃんにも借金があるわけですよ。これをですね、どうやっていくかということを考えてですね、日本はさらにアメリカの言いなりで、トマホークミサイルやですね、そういったこうたくさんの武器や兵器、そういったオスプレイ、そんなものをですね、買って余計な借金してるわけです。
本当にこのままでいいんでしょうか。でよくね、あの北朝鮮から攻めてきた動物だとかね、あの中国が攻めてきた動物だとか言ってますけど、あのかもしれないかもしれないで、私たちものすごい大きな責任を背負ってるんですよ。そんなかもしれないことにも怯えるよりも、やっぱりそのミサイルが飛んでこない外交的でありますし、なんか中国が攻めてるとか言ってなんか怖がってますけど、そんなこの戦いに攻めてきませんからね。攻めてこられないような仲良くするような外交をする、これが政治の役割なわけですよ。何のために政治があるのかと。そんなね、あの市民を脅したりする、脅してですね、金を吸い取るような、そのために政治があるわけじゃありませんから。政治というのはもうみんなが安心で暮らせる、そういうために機能するものが全く機能しなくなって、私たちをものすごくこう恐怖させてですね、脅してですね、その上で金をむしり取るような、そういう政治になってしまっていること、私これ本当に変えないとまずいと思います。あまりにも私たちを黙ってるとですね、今もう今まさにこのやばい状態になってますからね。これからどうするんですか、本当にどうするんですか。皆さんもう手元のお金がどんどん減りますよ。で、私たちがあのお金が賃金が少なくても、税金いっぱい取られても、物価が高くなっても仕方ないよねって言って、みんな我慢して黙っていれば、プレゼントとしては都合がいいですから、もっと黙っててくれと、あのじゃあこいつらは黙ってるし恐ろしいから、もっと税金上げてやるぞと、もっと自分たちが苦しくなるような生活に政治にしたって、あのどうせ日本人はバカだから黙ってるからいいだろうってことで、もうどんどん生活悪くなってくると思います。今岸田政権の支持率下がってますけれども、もうここでですね、自民党政治はダメなんだっていう、そういったですね、あの審判を下していかなければならないと思います。ただですね、自民党がダメと思っても、じゃあなんか強そうな維新がいいななんて同じですからね。維新の人たちなんかドヤ顔で裏金問題のこと追及したりしてますけれども、さっき私が言ったようなトマホークミサイル買ったりオスプレイ買ったり、そういったことで借金増やすことには大賛成なんですからね。これ維新と自民は何にも変わりはしないんですよ。しかも自民、維新の皆さんは胸を張ってですね、私たちは第二自民だって言ってるわけですよ。第一自民がダメなら第二自民だってダメに決まってるじゃないですか。そういうところにこうなんか偽物の革新改革を歌うような、そういう政党にご注意していただいて、本当に社会を変えていくのはどこなのかって見ていただきたいと思います。私たちはみんなが貯金をしなければならない、そうしなければ将来の不安が、そういう世界を変えていきたいと思ってるんです。貯金をしたりコツコツ老後のための資金を気にしながら生きるんじゃなくて、自分の稼いだお金は自分たちの生活のためだけに全部使える、将来の老後の不安なんて一つもない、生きることに何の不安もない社会を作っていきたい、そういうことを訴えています。また今たくさん女性たちが歩いていますけれども、女性の皆さんやっぱり格差感じますよね。男性たちと違ってなんで女性たちはこんなにも息苦しいんだろうと思いませんか。今ちょうど入試シーズン、入試シーズンや就活シーズンが終わって新しい新生活が始まったと思います。就職活動の時に面接で、結婚したら仕事続けてますかとか聞かれたことありますか。まあ、こうやって今まで当たり前のように結婚しても仕事を続けるのか、子供を産んでも仕事を続けるのかどうかってことを一日問われてきた。男性には絶対言わないじゃないですか。男性にあんた子供生まれたら仕事辞めるんですか、続けるんですか、どっちですかなんて絶対言わない。お前もっと頑張れよ、家庭持ったんだからな、もっとしっかりやれよ。けど女性たちはいつ辞めてくれるんですかですからね。こういう中でやっぱり女性の格差っていうのは出てくるんです。金がなくてすごい DV な変な男と、夫とですね暮らしていて、もう別れたいけれどもお金がないから仕方ないから、知らんの気持ち悪いけども嫌だけれども暴力してくるけど我慢して、結婚生活を続けている、そういう女性たちいっぱいいるんです。女性がもっとお金を持ったらもっと自由になるんです。女性たちがもっと仕事とお金を手にしたら、そういった DV、 男からの離婚、そういったことをもっと自由にできる。離婚率が増えれば何が起きるかといったら、もっと多様な生き方が増えるんです。いろんな多様性のある家族が増えてくるんです。そうなると女性たちだけじゃなくて男性たちだってもっと生きやすくなる。お前も男だろ、しっかりしろよ、大黒柱だろ、
をやってですね、どんなに頑張ったってたくさん賃金もらえない中で頑張れ頑張れと馬車馬のように働かせられる男だから頑張んなきゃいけない、そういうらしさからも解放されて私たちもっと楽に生きられるようになるんです。そのためには何をしたらいいのかといったら、やっぱりこういう多様性をなくしたいと思っている人たち、これに反対しているような自民党、格差あってほしいんですよ。男は男らしく、女は女らしく、家の中にいろよ、男は働きに出ろよ、こういうですね、頭の凝り固まった、家族と同じようなことを理由になってやる、その自民党政治を変えていかなければ、私はもう私たちの生活、これからどんどん苦しくなると思います。今の大変な社会、今の大変な生活、変えていくためにも、私たち次の次なる総選挙では、もう自民党政治はさようならと、そしてもう一つは、やっぱり維新だと同じですかね、第二自民ですから。第二自民の維新もさようなら、この立憲野党の、掲げる、社会の理念、これで本当に託してもらいたいなというふうに私は思います。私は保育士なんですけれども、私が大学で保育士を目指したのは理想の民主党政権の時代だったんです。保育園も幼稚園もなくして認定子ども園を作ろうとしてですね、民主党はそれを進めようとしてたんです。これすごい素晴らしいことなんです。今の日本会議やカルトの統一教会の人たちはですね、保育園は悪だって言うんですね。3歳まで親元で子供を育てなければ発達障害になると言っているんですよ。保育園が増えることによって戦闘教育をしているんだってことも杉田児童さんは私に言っていましたけれども、こうやって保育園を拒否する、保育園に行っている子たちは野蛮人だ、幼稚園に行っている子たちはいい子だ、こういう差別をなくすために保育園も幼稚園も一体型にして子供たちは子供たちの子供園を作ろう、こういう教育を決めようとしていたんです。残念ながら民主党政権変わってしまいましたけれども、でもこうやってですね、教育の場面でも大きく変わろうとする動きがあったりしたんです。政治が変わればですね、私たちの暮らしは変わります。今子育てとかで悩んでいるお母さんたちも、もうもっと楽に生きられる、母親なんだから女なんだから、そういう気持ちでやっぱりどうしても子供に手を挙げてしまったり、そういう虐待が増えて、これだと絶対少なくなると思います。社会の国民の子どもを育てていこう、こういうネットワークがあれば、もっとみんなだって生きやすくなるし、少子化だって歯止めがかかると思う、それを金がないとかですね、これ女の子供を産まないからとか、そうやって女のせいにするなというふうに私は言いたいと思います。ぜひ皆さん、今度近々選挙があると思いますけれども、市民、維新、社会と、そのような暮らしがくれぐれも投票しないで、立憲野党の私たちに投票していただきたい。そして私はですね、これからですね、今、話題沸騰中の東京15区の選挙区にですね、応援に行ってきますけれども、やっぱり女性が政治の場に増えるということは、女性の声が政治に生かされるということですから、一人でも、ね、女性の議員が誕生してもらいたいなというふうに思っております。ありがとうございます。石山さん、ありがとうございました。それでは引き続き構成団体の一つであります憲法共同センターの木原のぞみさんより訴えをいただきます。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。私は医療団体で仕事をしています木原と言います。今日は命と暮らしを守る立場から医療機関の実情についてお話をさせていただきたいというふうに思います。国民のための政治を実行せず、国民から支持されない岸田自公政権、そして裏金作りしかり、今しか金しか自分のことしか考えられず私腹を肥やしていく自民党の議員、そのような人たちが政治を動かす、その中で医療機関もさまざま翻弄されております。今医療機関は大きな岐路に立たされています。それは事業を継続することができるかできないかという本当に深刻な危機です。医療機関の売り上げは診療報酬によって規定されています。物価が高騰しようが何しようが診療報酬を独自に操作することはできません。国が定める報酬の中で事業を行うこととなります。またマイナ保険証にも振り回されています。
国民の命と健康を守るために頑張ってきた医療機関が経営の悪化やマイナ保険証への対応ができずに閉鎖する、まさに政治によって医療機関が潰されようとしています。1983年、当時厚生省の保健局長のこのまま医療費が増え続ければ国家が潰れるとの医療費防国論によって、日本はこれまで医療費を抑制する政策が取られ続けています。2年に一度ある診療報酬の改定が今年度ありました。報酬は物価高が進む中での実質的なマイナスの改定となり、これで6回連続のマイナスの改定です。ある専門家は、政府が力を入れる処遇改善において医療介護業界で賃上げが進まないのは病院の経営状態が悪く処遇を改善する余裕がないからだと指摘し、今の状況が続けば日本の医療はどこかで持たなくなる時期が来るのではと懸念を表明しました。今回の診療報酬の改定では、特に中小病院が大きな影響を受けます。政府は財務省を中心に医療機関の経営状況を把握していると言いますけれども、資金の状況は把握できないとのことです。コロナ禍を経て経営の危機が進行し、そして今回の報酬改定によっていよいよ地域の医療を守ることができるかどうかの瀬戸際まで来ています。また皆さんもご承知の通り、医師の働き方改革がこの4月からスタートしました。医師の時間外労働の上限は過労死ラインの月80時間、特例では倍の155時間まで認められます。3月25日、病院団体が医師の働き方改革に関する状況調査結果を公表しました。いわゆる時間外の労働ではなく、ほとんど患者対応がないという労基署が許可をする夜間の当直ですとか休日の日直申請について、一部の診療科、一部の時間帯のみという場合を含めて約9割の病院が許可を取得していたと発表されました。日本中のほとんどの病院が夜間や休日に病院にいる医師は労働としていないとされました。しかしこの中に、実際には働いているのに働いてないとされる名ばかりの宿任職も含まれています。これで医師の人権は守れるのでしょうか。また時間外労働の条件は定められましたが、医師数は変化していませんので、実質的には医療提供体制を縮小するしかありません。先ほどの調査においても、その影響について救急の受け入れ停止や診療単位の縮小など、約半数の病院がすでに起きている、周りで起きている、あるいは今後発生する可能性があると回答しています。このような状況の中、政府は1月から新たな検討会を立ち上げ、雇用学者も招いて開催し、今後の医学部定員の削減を目指しています。厚労省が示した資料では、過労死ラインの時間外労働を前提に2029年頃に医師の受給が均衡し、将来的には医師が過剰になる、2010年から10年間で医師は4万5千人増えた、今後人口減少が進み18歳人口に占める医学部定員は大幅に増える、医師が増えると医療費が増えるなどと示されていますが、どれもまやかしです。医師の4万5千人の増員はほとんどが60歳以上の医師であること、人口減少によって18歳人口に占める定員数は増加するかもしれないけれども、年間死亡者数は2040年に約167万人でピークを迎えるものの、その後高止まりで2070年まで継続し、医療の需要は縮小しないこと、医療費増の一番の原因は医師数ではなく医療技術の進歩であることなども明らかになっています。日本の医師は政府の政策によって抑制され、 OECD 加盟国平均より13万人も不足しています。医師は自己犠牲的な長時間労働を余儀なくされ、過労死や過労自殺が続いています。7000名近くの医師が回答した2022年の勤務医労働実態調査では、若手の医師の 14% が日常的に死や自殺について考えると回答しています。
このままの状態が続けばどのような事態が生じるかは日を見るよりも明らかではないでしょうか。政府は医療費増が問題であることを主張していますが、国民の命と健康を守る費用が増えることは問題なのでしょうか。防衛費に関しては青天井ですが、その増大について政府は問題があると言及しているでしょうか。どこを向いているかによって政策は変わり、税金の使い道は変わります。今の政治は明らかに国民の方を向いていません。アメリカの顔をうかがい、企業献金を納める、献金のできる企業に目を向け、身内を守る政治になっています。利権にしがみつき、私腹を肥やしている人たちも今自分を守るために必死です。私たちは一人一人の命の命と暮らしを守るための変換を求めて、これからも声を上げていきたいというふうに思います。今後行われる選挙においては、立憲野党、命と暮らしを守る立憲野党を伸ばして、本当の意味で私たちが安心して暮らせる日本を共に作っていきましょう。ご清聴ありがとうございました。木原さん、ありがとうございました。続きまして選任委員会の近藤和樹さん、よろしくお願いいたします。皆さん大変お疲れ様です。検討をかけない選任委員会から申し上げたいというふうに思います。私、近藤と申します。今日はですね、パレスチナをめぐる問題と、その中で私たちが日本で何ができるのか、何をすべきかについて少しお話をさせていただきたいというふうに思います。昨年の10月7日以来、ガザ地区へのいろいろな攻撃によってですね、今や3万3000人の人々の生命が失われるというふうな状況になっています。ガザ地区はですね、人口約222万人だそうです。その3万人の人たちの命が失われ、本当に虐殺と言っても本当に差し支えのないようなひどい悲惨な状況になっているということです。ちなみにガザ地区の人口ですけれども、122万人のうち7割がですね、1948年のナクバ、イスラエルの建国によって、住む地域を追われた難民の人たちというふうになっています。ガザ地区にも8カ所の難民キャンプがあるということです。難民とは、難民条約によると、人種、宗教、国籍、政治的意見、また特定の社会集団に属するという理由で自国にいると迫害を受ける恐れがあるために、国に逃れ国際的保護を必要とする人々というふうに定義をされています。そして国連の合同難民事務所によると、世界の難民の地区に関数が18歳以下の子どもたちがというふうな統計もあるわけです。つまり戦争やですね、様々な社会的な迫害によって、本当に犠牲になるのは若い世代、そして子どもたちなんだということだと思います。18歳以下の子どもたち、そのお父さん、お母さんもですね、おそらく若い世代なんだろうというふうに思います。本当に戦争や社会的な様々な発生、迫害がですね、若い世代をいかに犠牲にしているかということを、私たちがいろいろ行動したり考えたりする基礎に置かなければいけないというふうに考えています。そして私ですね、何度かですね、パレスチナのお隣、レバノンの方に行ってですね、難民キャンプの、パレスチナ難民のキャンプに訪れたことがあります。2015年に訪れた時にはですね、本当に隣国シリアの内戦が突入をして、キャンプそのものが非常に緊張した状況でした。そして先ほど難民の半数が18歳以下の子どもたちだというふうに言いましたけれども、キャンプはですね、隔離したところ子どもたちとお年寄りが非常に多いわけです。でお年寄りの中にはですね、足がない方や手がない方がいらっしゃるわけです。要するに長い戦争の中で、そういった、体の基礎を失ったりしている方がたくさんいらっしゃるという状況があります。そういった中でも子どもたちは本当にですね、明るく屈託なく暮らしているわけですけれども、実はレバノンでは会社の難民の人たちはですね、さまざまな政治的権利、経済的権利を持たせてもらえない状況で暮らしているという状況があります。本当に厳しい状況なんですけれども、そこにですね、シリアからさらに新しく内戦によって難民が流入をしてきていると
ということで、非常に、まあ、政治家見ても緊張した状況にありました。で、私がアバシュラ南部のキャンプにいた間にもですね、キャンプの中で中継艇が判定を申してですね、私自身は非常に、危険な経験をさせてきたわけですけれども、何よりですね、そういった中東の紛争地で人々の命が簡単に、失われてしまうというふうな状況を目の当たりにして、私たち自身が何をすべきか、日本の平和だけではなくて、真の世界の平和についてどういった視野を持って行動すべきかを考えさせられたように思っています。昨年からのイスラエル軍の攻撃によっても、ガザ地区の犠牲者の多くが子どもたちだというふうに報道をされています。またガザでの虐殺がクローズアップをされる報道が多いですけれども、実際にはヨルダン川西岸地区でもですね、日常的にイスラエル軍や入植者、市民によるさまざまな攻撃によってですね、人権や人命が侵害をされている、そういった状況があることも私たちは忘れてはならないというふうに思います。2023年の10月7日までのですね、実はパレスチナでは223人の人たちの命が失われているというふうな状況があるということです。しかも10月7日にハマスによる越境攻撃が行われた後ですね、イスラエルによってハマスの残虐行為が認定をされていたわけですけれども、しかし私たちはそこに至るまでにガザで何が起きていたか、現状のない観測というふうに言われるような状況の中でですね、人権も認められない、日々の生活さえも満足に送れないような人々の生活の状況があった、その中での不条理があったことをですね、しっかりと踏まえなければ、今何が起きているかを振り返ることができないというふうに思います。その中で私たちがどうすべきか、何をすべきかということの2つについて、実は日本政府はイスラエルの軍事企業のですね、イスラエルと手を結んで、軍事企業へのさまざまな技術支援、技術を使用するために、すごい現にいるところです。安倍首相はですね、2015年と2018年の冬にわたって、イスラエルの首相と会談をしてですね、そしてイスラエルとの技術の提供を関する協定を結んでいるというふうな現実があります。そして毎年ですね、日本で今武器見本市が開かれるというふうな状況がありますけれども、その中でもイスラエルの技術企業が参加をして、日本の企業と商談を繰り返しているという状況があります。そもそもですけれども、武器かつ技術三原則に代わる防衛装備移転三原則では、紛争防止国になる恐れがある国への輸出は禁止をされているということがあります。イスラエルはパレスチナ人と人々の人々のパレスチナ人の人々のさまざまな言語を軍事力によって弾圧をし続けているという現実があります。つまり、イスラエルは紛れもなく紛争防止国だということです。ですから、私たちから見れば解約をされているはずの防衛装備移転三原則から見ても、日本政府はその範囲をはみ出して紛争防止国にですね、武器輸出を進めている、そういった問題があるということです。しかも、安倍首相の会談の後、イスラエルのガンツ国防大臣と会談をした浜田防衛大臣がいますけれども、そのガンツ国防大臣自身がかつてはイスラエルの空挺部隊の一員としてパレスチナの人々のさまざまな抵抗をですね、軍事力によって抑圧を続けてきているというふうな現実があります。私たちが果たして平和憲法を持つこの日本の国家の一員としてですね、そういった政府の動きを見逃していいものかどうかという大きな問題があるというふうに思います。また今年もですね、千葉の幕張メッセの方で武器見本市が開かれようというふうにしています。それに対してです、ね、私たちの仲間が女性を先頭にですね、千葉県に幕張メッセを武器見本市に貸して、欲しくない、活動を中止をしてほしいというふうに申し入れをですね、何度も繰り返しています。私たちはこういった日本のですね、いろんな企業や政府がイスラエルの政府や企業と武器の取引をしない、そういったことを求めていく必要があるというふうに思います。何度かですね、東京に住むパレスチナの方にお話を聞いたことがあります。
もともとパレスチナはユダヤ教徒とイスラム教徒が共存する地域だと。でこの形信仰ですね、ユダヤ人の友達があったというふうに話していました。しかしその関係、その関係が悪化をしたのはヨルダンが西岸地区に壁が建設をされてからだというふうに言いました。つまり人と人とは一緒に暮らしていけるはずですけれども、その関係に治療を行ったのはイスラエルの政治なんだということになると思います。今でもですね、イスラエルはヨルダン川西岸地区やイスラエルではユダヤ教徒とイスラム教徒がアラブ人、ユダヤ人とアラブ人が一緒に暮らせる社会を目指して共同を模索をしている人たちがいます。私たちもそういった人たちのいろいろな取り組みに学びながら、どうすれば戦争のない中東、あるいは戦争のない世界を実現できるのかを模索をしていきたいというふうに思います。そのまず第一歩として、日本でキリストを巡る商談を日本政府や日本企業にさせないというふうな取り組みをまずもう一度呼びかけたいというふうに思っているところです。そのためにもですね、東京中央区の補選について先ほどお話がありましたけれども、来たる衆院選総選挙でも政権交代、立憲野党の勝利に向けたさまざまな取り組みをみんなで呼びかけたいというふうに思っているところです。そして日本の平和、世界の平和を実現をするそういった取り組みをますます皆さんみんなで進めていきたいというふうに思っているところです。これからも頑張りましょう。近藤さん、ありがとうございました。それでは引き続き訴えをいただきます。救助コースナー実行委員会の高田健さんです。よろしくお願いいたします。ご通行中の皆さん、こんばんは。今、世界のいろんなところで戦争が起きてますよね。ロシアがウクライナに侵略をして、もう何年経ちますか、2年以上、2年半が続いていますけれども、ウクライナも、に対するロシアの侵略は、未だに終わっていましたよね。多くの人たちが、この瞬間にも罰変して殺される、そして戦争の悲劇が殺されるのは現在だけではなくて、とりわけこの地で住んでいる女性や子どもたちやそういう人たちがたくさん出ていたんです。ウクライナの戦争が終わらないと思ったら、今度はパレスチナでイスラエルが今ガザの人々に対する虐殺を始めました。あのガザの狭いところ、天井のない監獄と言われるような狭いところに何百万もの人を仕込めて、そして地下から全然軍隊がガザの人々を攻撃する戦場がいるからだった、そういう攻撃を持って、イスラエルは今ガザの人たちを攻撃をしています。もともとどうしてああいう狭いところにパレスチナ人を閉じ込めているのか、イスラエルはその戦争の原因を自分たちが作って、それを自由にしてガザの人たちを攻撃する、結局あのパレスチナの全体をからパレスチナ人を追い出して、イスラエルの全部イスラエルの支配下にしようとする、民族浄化と言われていますけれども、ジェノサイドを虐殺によってパレスチナ民族浄化をして、イスラエルが安心で完全に支配する、そういう国を作るための戦争をやっています。けれども、もう3万5千人の戦争を抱えていますけれども、6割7割の人たちが女性の子供です。パレスチナは子供が非常に多いです。そこで戦争によって危険になっています。
パレスチナ問題とウクライナ問題もありますけれども、あまり報道されないのが、ビルマ、ミャンマーの問題だと思います。ミャンマー、アウンサン・スー・チーさんという人が、民主主義を何でか国に根付かせようとして、努力をしていたその最中に、ミャンマーの国軍がクーデターをやって、アウンサン・スー・チーさんの政権を倒す。この結果、多くの人たちが民主主義を求めて、国軍軍隊に対する戦いを起こす。そうすると、この運動に対して弾圧をするということで、ミャンマーの国内でも難民が伝えます。そして、トライチとか、さまざまな抵抗運動をやって、暴力の抵抗運動をやっても、ミャンマーの国民は弾圧を続ける、やむを得ず多くの人々が邪魔に入って、邪魔から、
もしかしたら周りから暮れを忘れて、そして地球活動の産地活動をやっていた。これに人が大きく協力したという意見もまだ本当に何に対してもません。たくさんの問題が今の地球創生権にはあると思います。何よりも伝統を言っておったじゃないと、伝統を持っていたないと、そして、その日に外国の人たちと仲良くして、行けるような勉強に実現するものを、こういうことじゃないという皆さんの政治が、日本で発表してないのは、当たり前だと思い、よく聞けないですが、国会の補欠選挙というのが、高田さん、ありがとうございました。それでは引き続き訴えをいただきます。続いては憲法共同センターの石川俊明さんです。よろしくお願いいたします。新宿駅東南口交通防水の皆さん、お騒がせをしております。私たちは戦争させないの救助を壊すな総上がり行動実行委員会です。本日この場をお借りしまして、憲法を守りましょう、自民党や公明党、維新の会など日本を戦争する国に変えたがっている勢力から日本と憲法を守りましょうという訴え、そして大文革大同盟に反対する署名や憲法を守るための署名、ご協力をお願いしています。どうぞ配っているビラをお受け取りいただき、署名のご協力をお願いします。そして5月3日江東区有明防災公園で開かれる憲法大集会へのご参加もお願いいたします。さて皆さん、岸田首相が4月8日から1週間ばかりアメリカに行っていたことをご存知でしょうか。4月28日のトリプル補欠選挙を控えて、なんとか最低の支持率回復を狙っての国賓級待遇の訪米、派手な首脳外交をアピールすることが狙いと報じられていますが、結果的には政権も自民党も支持率の上昇にはつながりませんでした。国民は裏金疑惑に起こっているのであって、肝心の説明は一切しないで外交ばかり演出しても支持率など上がるわけではありません。しかもその訪米で話し合われた内容、日本にとって尺外あって一理なしというべきものです。4月10日、岸田首相とバイデン大統領はホワイトハウスで会談をし、中国に対して日米が緊密に連携する方針で一致をしました。会談が終わって、岸田首相は記者会見で、日本とアメリカが
今こそグローバルなパートナーとして進化を発揮すべき時だと強調をしました。しかしそれは対等平等な関係ではありません。アメリカは安保条約以来日本をメキシカの同盟国と位置づけており、それは今も変わりません。しかも平和のために進化を発揮するのではなく、核・ミサイル開発を進める北朝鮮に対して軍事で協力をし合うことを確認したのです。その他自衛隊と在日アメリカ軍の連携強化に向けた指揮統制の枠組みの見直しで合意をしました。これは自衛隊をアメリカの戦争に組み込むことに他なりません。また中国に対しては台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、中台問題の平和的解決を促す方針で一致しました。中国との対話を継続し、中国に対して共通の課題での協力も申し合わせました。今回の日米首脳会談は今までの日米軍事同盟の関係を大きく変質させる会談です。共同声明ではアメリカに指図されて岸田政権が進めている日本の軍事費倍増や敵基地攻撃能力の保有を歓迎した上で、それぞれの指揮統制の枠組みを向上させると明記して、自衛隊をアメリカの補完部隊と位置づけました。戦力でも情報力でも勝るアメリカ軍と作戦及び能力のシームレスな統合を図るというのであれば、それは自衛隊が対中国軍事戦略を推進するアメリカ軍の事実上の指揮下に組み込まれることになるのは明らかです。日本を守るためにあるとしてきた自衛隊をアメリカの戦争の指揮統制に置くということを宣言したのです。実質的な日米軍事同盟の大変質、しかも岸田首相はこんな大問題を国会に諮ることも国民の信を問うこともせずに勝手に決めてきたのです。一首相にそんな権限はありません。バイデン大統領は岸田政権が人殺し殺傷能力を持つ武器、具体的には最新鋭の戦闘機の輸出拡大を強行したことを歓迎し、日米ミサイルの共同開発共同生産を進めることを宣言しました。しかし歴代の自民党政権は武器の輸出を全面的に禁止した武器輸出三原則の立場に立ってきました。1991年に総理大臣に就任した宮沢喜一元首相は国会で、我が国は武器を輸出して稼ぐほど落ちぶれてはいないと答弁しました。岸田政権はこの立場を投げ捨て、日本を死の承認国家に落ちぶれさせようとしています。世界の平和を掲げた軍隊の放棄を明記した憲法に照らしても絶対に許されるものではありません。国民が怒っている裏金疑惑には蓋をしたまま、庶民には大増税を押し付け、そこで集めた税金で大軍拡を進めようとしている自公政権とその補完勢力に政治を任せておくわけにはまいりません。今度の日曜日、この4月28日には東京15区、島根1区、長崎3区、ここで衆議院の補欠選挙があります。東京15区は江東区です。自民、公明、維新の会など平和憲法を壊そうとしている勢力の躍進を許さず、憲法と平和を守る立憲野党の候補者へのご支持をよろしくお願いいたします。この3つの補欠選挙で裏金疑惑は大増税、大軍拡に対する国民の怒りの意思を投票で示そうではありませんか。この補欠選挙で勝利すれば、来たる総選挙でも自公政権を退陣に追い込む、その展望が照らせます。国民の怒りで岸田政権を包囲し退陣に追い込むため、共に力を合わせてまいりましょう。そのことを訴えて、私からの訴えとさせていただきます。ありがとうございました。石川さん、ありがとうございました。それではこの東南口広場での最後の訴えとなります。
選任委員会の青木博人さん、よろしくお願いいたします。ファイターこそよ、注意よが涙。私は今ここで皆様方に沖縄の実態についてアピールをしたいと思います。今年で沖縄は日本に復帰して52年目になります。この52年間で沖縄の基地は削減され、沖縄は平和の島、無実の宝の島になったでしょうか。皆さん、先ほどからのスピーチの中にもありましたように、岸田内閣はアメリカに渡って安保3文書を褒められて、沖縄を軍事要塞化してアメリカと共に戦うような政策を話し合ってきました。皆さん、沖縄の現状は今日米による軍事訓練が日々行われております。普通の行動、庶民が使う行動を戦車が走り、鉄砲を持った米兵が通り、軍用機は低空飛行して沖縄一帯で軍事訓練が行われております。与那国島はじめ米軍が使いやすいように港湾や空港が改修工事が行われています。大型の軍艦が入れるようにです。与那国では春前の日本でも唯一の貴重な湿地があります。そこを埋め立てて軍港を作る、そういう計画がなされ、与那国にはミサイル部隊が配属されました。皆さん、日本はアメリカの属国でいいですか。何でもアメリカの言う通り、昨年のオスプレイが墜落した時の言葉を思い出してください。オスプレイが墜落する様子を見た人々はオスプレイが墜落したと言いました。日本政府も最初は墜落と言いました。しかしアメリカが不時着水と言ったら、それを直して不時着水と言いました。それからしばらくしてアメリカが墜落と言いました。それから日本政府は墜落と言ったんです。日本政府は飛行機の墜落さえ自分で判断できるのか、できないのです。今の日本はそのアメリカが沖縄に基地 70% 以上米軍の基地があります。2番目に米軍基地がある青森県はわずか 8%、9% です。そして2番目に、3番目に米軍基地がある神奈川は 5.6% です。そして4番目の東京は 5% の米軍基地です。皆さん、 70% の米軍基地がひしめく沖縄の状態を想像してください。米兵による性暴力によって私の女性がジョギング中に殺されました。もうすぐ結婚
その時のお父さんの発見を忘れることはできません。なぜうちの娘は殺されたのか、なぜ娘じゃなくてはならなかったのか、二度とこのような性暴力によって悲しい事件を起こしたくない、起こさないでほしいと訴えました。皆さん、あれから6年経ちました。そしてもっと悲しいことに、その島袋皆さんを殺害した米英米軍族は沖縄の女性と結婚していました。そして赤ちゃんが生まれたばかりだったんです。私の女性を殺害した犯人は派手な基地に勤めながら沖縄の女性と結婚して赤ちゃんが生まれていたんです。皆さん、沖縄の複雑な状況お分かりになりますか。そういうことが沖縄では岸田総理の43兆円という軍事予算で軍国主義が進められておりますが、沖縄県の教訓は軍隊は住民を守らないです。皆さん、軍隊が住民を守ると思ったら大間違いです。軍隊は軍隊を守るために住民を殺すのです。それは沖縄県の実態でした。皆さん、辺野古で大執行によって国が大浦湾の工事を進めております。沖縄県の民意が公益が一生踏み潰して国が辺野古大浦湾の生物多様性の自業の住む海を壊しています。皆さん、防衛省は民間ですか。防衛省は民間と偽って辺野古の新基地建設は進められております。最高裁の裁判も全てペタンです。防衛省が国交省に審議を申し立てて改正を入れて、それが始まりです。同じ内閣で防衛省の訴えを国交省が本当に審議すると思いますか。閣議決定した内容で防衛省も国交省も同じ穴のムジナです。その同じ穴のムジナが沖縄に寄ってたかって新基地建設を作り、大企業がそこで金儲けをしているのです。皆さん、辺野古新基地建設は公共事業として日本の大手企業が甘い汁を吸ってるんです。皆さん、沖縄に若き芸人知事は基地建設は反対をしています。そしたら日本政府は沖縄の予算を削減するのです。沖縄の予算を削減し、沖縄の民意を踏み潰しているのがこの日本政府です。沖縄は琉球処分以来、明治の公民化教育、そして沖縄戦、それから返納による25年来し50年の軍事支配をお願いされて米軍支配が21年ありました。そして祖国復帰で基地をなくす平和憲法ということで私たちは運動してきました。しかし皆さん、平和憲法の上に地位協定があり、
木敦子さん、力強い訴えありがとうございました。私たちは戦争させない、救助を壊すな、総掛かり行動実行委員会です。今日はこの東南口をお借りをして1時間にわたって署名と宣伝行動を取り組まさせていただきました。今日の参加者は34名で、18人の方々に署名にご協力をいただきました。大変ありがとうございました。来たる5月3日の憲法記念日には、有明防災公園で憲法集会を取り組みます。2万人3万人という規模で取り組んでいこうということで、皆さんにチラシもお配りをさせていただいています。ぜひご協力ご参加いただきたいということを訴えさせていただきまして、この場での署名宣伝行動を終わらさせていただきます。ありがとうございました。